am a young woman. 私は若い女性です。私は信じます。私は一人に過ぎませんが、世界中には何千もの姉妹たちがいて、それぞれ自分の全力を尽くそうと努力しています。私たちを見て何か違うと感じる人がいるかもしれません。それは私たちには信じていることがあるからです。何を信じているかって聞いてください。喜んで教えます。最近読んだ聖典に、悪に負けてはいけない。むしろ善をもって悪に勝ちなさいとありました。私たちは恐れたり世を下げたりする必要はありません。世の中を変え、暗闇を光に変えられるのです。聖典を読み終えたり祈ったりした後は、それを自分の生活に当てはめるようにしています。小さなことで一日が変わり、一日中聖霊を感じることができます。私は神の娘であり、友であり、姉妹であり、いずれは母親になります。際立った存在となり、違いをもたらす人になれると思います。家で平和を作り出す人になり、御霊がとどまれるようにしています。それはできるだけ我が家が神殿のようになってほしいからです。神殿の力と神殿で感じる平安を知っています。神殿に集まったり参入したり、神殿について考えたりすることは、キリストを中心とした生活をする役に立ちます。それによって強さと力が得られます。神殿はキリストのもとに近づくのを助け、母親になった時や将来の生活に備える助けになります。キリストの愛についての証があります。主は私を愛しておられ、いつも見守ってくださいます。イエスが救い主であり、私のために亡くなったことを知っています。主はいつも手を差し伸べておられます。私たちがその手を取ることを選ばねばなりません。決して私たちを一人にされません。私は一人の若い女性です。でも世界中には何千人もの仲間がいます。私は正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきことを信じます。いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、神の承認になります。私たちは徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れのあることや称賛に値することを尋ね求めます。そして少しずつ世の中を変えているのです。愛する若い姉妹の皆さん、皆さんは天の御父の娘です。御父は皆さんを愛しておられます。皆さんは選ばれた世代です。救い主イエス・キリストに従うことを選んでくださってありがとうございます。信じてくださることに感謝します。証を詰めるため、そして人を助け、彼に仕えるために、毎日小さな簡単なことをしてくださり感謝します。皆さんはイスラエルの希望であり、丘の上の光です。イエス・キリストの福音の真理によって、皆さんの生活が光を放ちますように、そして地上での生涯にわたって良い影響を与え続けられますように、皆さんを愛しています。